先ほどですね、まあ、なんで多肉を少しずつ集めてきたか、まあ、そんなことを簡単に話したんですけど、まあ、とにかくですね、夏場私の家の周りが本当に道路とか駐車場とかそういった、まあ、コンクリあるいはコンクリートアースあるいはそのアスファルトの照り返しですね。で、まあ、本当に家の中がですね、40度以上になっちゃうんですね。エアコンをかけてもですね、2階の部屋はもう屋根が焼けちゃって、その熱でですね、下がんないんですね。まあ、それなんで、ランもだいぶ夏場弱ってしまうんですね。まあ、幸いにして、まあ、そう暑くなる前の時からですね、瓶の中に保存はしてきたんで、まあ、瓶の中で生きている。まあ、そんなような状態なんですけど、まあ、それでですね、まあ、この際だから多肉をやってみようってことで、まあ、6月の下旬ぐらいから集めたりはしたんですけど、ただむやみに集めるんじゃなくてですね、まず鋼さんのところでこういろいろ見てきてですね、大体どんなものがあるかおおよそをつかんでですね、その後ネットでいろいろ検索したりして調べたりしたんですけど、まあ、そういうふうにいろいろこう調べてるうちに分かってきたことがですね、思ったほどその何て言うんですかね、荒廃が進んでないんだなーってのに気がつきました。まあ、その大きな原因はですね、葉差しするとまあ芽が出たり増やしたりするのが簡単な植物だということで、あまり荒廃をするとかメリクローンして大量に作るとかっていうことが、まあ、この世界ではそれほど盛んではなかったみたいですね。まだなんかそんな感じがしたんで、まあどうせだったらば自分がそのですね、面白いなと思うような、まあ、そういうものを交配してみたり、あるいはまあ場合によっては綺麗なもんだとか、あるいはその交配してですね、種ができたらその種を瓶の中に撒いてみて、まあ、自然界でどのぐらいでこう発芽して大きくなるか花が咲くか、まあ、そういうのと比較してその瓶の中で種をまいたらどのぐらいのスピードでこう大きくできるんだろうか、まあ、そういうのはやってみないと分かんないですからね。まあ、やってみて、少しでも早ければ、まあ、その方が新しいものが先にできるわけですから、じゃあやってみようか、まあ、そんなところから集め始めたんですけど、まあ、ただむやみやたらに集めるんじゃなくてですね、まあ、この後、まあ、いろんな話はしようと思うんですが、私がこういう、まあ、植物に興味を持ったり、あるいはその私がそうですね、大学卒業した後ぐらいから、まあ、いわゆる山荘ブームですね、いろいろな、まあまあ、もともとは山に生えていたような植物を、まあ、取ってきてですね、選別をして、そのいいもの同士で交配をして、みたいな時代が来たんですね。で、さらにそれをただその鉢に巻くだけではなくてですね、まあ、バイオテクノロジーの技術を生かして、瓶の中に無菌状態で種を巻いて、苗を育てる、まあ、そんな時代が来たんですね。ちょうどその一番いい時、自分はまあちょうどいろいろな、まあ、そういった世界の著名な人にですね、出会うことができて、それでまあそういう方たちに教えてもらったり見せてもらったりしながら、ずっとまあ今日まで来たわけなんですけど、まあ、特にその有頂蘭っていう小型の野生蘭があるんですけどね、その世界においては本当にその山で撮った時、まあその時でさえこんなのがあるんだってびっくりするってことがたくさんあったんですけど、まあそれらを交配してですね、どん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 その新しい、今まではその夢だったようなものを現実にしてきたんですね、皆さんが。そういうのをずーっと見てきたもんですから、じゃあそのいいものを作るための条件は何か、何だったんだろうか、どんな交配をしたからどうだったんだろうか、
あ、そんなのずっと見てきたもんですから、まあその今までの経験をですね、じゃあ多肉に生かしてみたらどうか、そういうことでですね、いろいろな族で面白そうなもの、それから後輩に使えるもの、不入りに使うもの、それから今までのものをその変えるような要素を持ったもの、まあそんなようなものをですね、まあ自分の過去の経験と、それからたくさんの人の、まあその後輩の例から、あるいは最終的に私の師匠の亀山さんですね、亀山さんからずっと学んできたこと、それから亀山さんが実際にやったのを見てきたこと、で、それらをじゃあ多肉の世界にですね、応用したらどうなるんだろうか、まあそこが自分のこれからの、まあやってみたいことなんだろうなっていうのに、まあだん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 気がついてきたっていうか、まあそんな気持ちになってきたんですね。まあそれなので、じゃあ、どういうのを集めればいいんだろうかっていうことで、まあ、その集める基準は、まあ、自分の経験と亀山さんの教えなんですよ。例えばここに今レノフェルムのグッタツムがあるんですけど、まあ赤いこういう斑が入って、まあ、とっても綺麗だと思うんですけどね、まあ、これがどのぐらいの大きさになるか私は分かんないんですけど、まあ、今の状態だと、まあ、このぐらいの大きさの葉っぱなんですけど、このぐらいの大きさの葉っぱなんですけど、同じそのレノフィルムですにですね、もっとちょっと今撮りますからね、これなんですね、今ちょっと隣に置いてみましょうね、この大きさなんですね。で、この葉っぱの大きさの違い、まあこのグッタツムがこの大きさになるか分かりませんけど、要するにこのぐらいの大きさになってこの赤い斑が入ったら見応えがあるよなってなると、一度この2つを交配してですね、まあ一発でこの赤がここに来るか分かりません。まあダメだったらもう一回普通で、まあ、戻し交配をして、この大きさの中にこの赤い斑が入ったら見応えするんじゃないかな、まあそういうことなんですね。まあそれなんで、これを最初に、まあ、手に入れたんですけど、まあ大きな葉っぱはないだろうかっていうことで探したら、こういう大きな葉っぱのやつがあったということなんですね。まあそういうことで、自分がこう作りたいもので、その作りたいものを作るために、じゃあ何が必要か、どんな親が必要か、まあそういうのを探してですね、まあ幸いにしてあったから手に入れて、で花が咲いたら交配しよう、まあそういうことなんですね。まあそれなんで、まあ自分がこの後いろいろ小さい頃からの生い立ちと同時にですね、その時のこの植物の世界がどうだったみたいなことを話していきながら、まあ最終的には多肉の方にこう結びつけた話にしていこうかなとは思うんで、まあ、とりあえずはですね、先ほど上げた動画と、それから今ここで説明したようなことが、まあ多肉の世界に参入してですね、いろいろな経験から、交配をしてみたり、あるいはメリクロンをしてみたり、まあそういうことの、まあ簡単な前触れって言いますかね、そんな話をしました。まあ、メリクロンについてはですね、まあこれまでたくさんの植物やってきて、まあほぼ 100% に近いぐらいは瓶に入れてます。まあもちろん失敗もしますけど、失敗したらまた手に入れてまたやる、まあ入れるまで手に入れるってことですね、入れようと思ったらですね、まあですから結果的には入ってるってことで、でこの多肉もですね、もう結構瓶の中に入れてきました。まあ今までの経験があるから、大体どのぐらいで入るっていう、まあそういうのも、分かっていましたし、で実際にやってみて大丈夫だなっていう、まあそういう、実際の入った苗の成長なんかも見てるわけですから、まあ、例えばそこにあるんですけどね、これがあの
脱毛をメリクロンした内容カルスになってタガタになったやつをあの瓶に入れたんですけどね、こんな状態になってますけど、まあですからこれ種まいたんじゃなくてですね、あの葉っぱの組織をメリクロンしたそのカロスからの重たがたいを移植してですね、今このように苗になってきてるんですけど、まあこのようにも成功してるんですね。ですからこれからどん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 瓶の中に入れていくっていうそういうまあ段階なんですけど、今のところはまだですね交配をしたくても花が咲かないので交配できないんですけど、交配は花が咲けば順次そういうものを交配していきたいなとは思ってるんですけどね、あのすぐにいいものができるなんては思ってなくて、たまたま花が咲くタイミングもあるし、交配はしたけど種がつかなかった、まあそんなこともあるんだと思いますんで、1年2年でそんな完成品作ろうなんては思ってないんですね。ただでっかりとこういうものをやっていったりですね、それからですね、先日は金森くんが来てうちに泊まっていったんですけど、若い人たちを育てていきながらですね、みんなと協力して作っていく、まあそんなようなことを考えています。